皆様、ご機嫌いかがでしょうかラジオがやりたい64歳、投資系 YouTuber のラジオエジです。今日は12月2日土曜日、現在時刻は17時2分を回りました。あ、こっちだ。ラジオエジのアデレ、ラジオエジのオヤジラジオ <laughs> えということで、ラジオエジのオヤジラジオをお届けしてまいります。 えー、ラジオラジのオヤェラジオ、平日はね、日本株の場合中速報なんかやるんですけど、えー、今日は土曜日なんでこれはありません。で、今日は土曜日なんでちょっと遅めの配信になっております。で、土日、祭日は休む場合があります。夜の動画メインチャンネルの午後7時の配信、株、えー、ちゃん、明日の株チャンス株ちゃんと合わせてご活用ください。昨日来週の株チャンスを出したんですが、音が聞こえないという、えー、メッセージというかね、問い合わせというか、 コメントがが入っっってててました音が鳴ってないぞっていぞうねあれは多分 YouTube のね、不具合で、僕のところで、だから、えー、音が鳴らないっていうコメントがあったから、再生してみたんだけど、音鳴るんだよね。多分一部の方のところで、音が鳴らない不具合が発生したと思うんですね。YouTube ってすごいことやってんだよ。みんながガンガン投稿する、えー、僕の動画だけでも、4000何百本ってあるのに、全部保管しててくれるんだよね。 ですごいことやってて、たまにバグるんですよね。たぶん、あの、たまにあるのが、アップロードした後に、ちょっと音が聞きにくいとか、音がは、あの、流れてこないっていうのがあるんで、そういう時はちょっと時間を置いて再生してみてもらうといいと思いますけどね。その後、解消したとは思いますけどね。そんなことがありました。昨日はね、でもね、昼間にズームで、あの、ユーザーさんのサポートやってて、遠隔サポートやってて、 で、ズームやるとね、ちょっと、あの、この動画の音量が変わっちゃうんだよね。自動的に。で、それを直すのを忘れて、ちょっと音量が下がってたんですよ。いつもの収録よりも2割ぐらい音量が下がってたから、それは確かにあったんだけど、音が鳴らないってことはなかったんですね。なかった、なかったんですよ。僕のとこ,こで聞いてもね。だから、そういうのあるかもしれませんけどね。えー、この辺はちょっとまた後でやりましょうかね。再生 PC の話はね。 えー、今日のテーマに行きましょう。今日のテーマは、えー、今日のテーマは、でで。えー、今日は、親父ラジオ、週末のアメリカ相場、これ米相場じゃないんでね、アメリカ相場です。アメリカ相場、日経225先物の割合も見るよ。そして、MB o 手なんだ。MB o 手なんだ。というあたりを見ていこうということで、えー、お届けしたいと思います。 今、飛ばしましたけど、今、あの、えーえー、っとこのね、えー、再生 PC に乗っけた、えー、チャートリカを販売しております。で、えー、っと、今日ね、ちょっと不具合があったのが、えー、っとね、返信メールが来ない。アウトルックの方、アウトルック JP から送っていただいた方に、返信メールは届かないっていう不具合があることが分かりました。なんか申し込んだんだけど、何の反応もないんだけど、 っていうあの電話が来て、あれそうなんですか。えー、返信してますよ。おかしいですねって調べたら、どうもアウトロックの人に返信が行ってないんだよね。だからアウトロックで申し込まれた方、申し込まれた方は、こちらから返信を出しているのに、返信が届いてない可能性が高いので、この後対応、僕もしていきますけど、えー、まあ、あの、まあ、対応していきます。はい。<laughs> あとはデータゲットでアクセス権が変えない。ここね、不具合があるんだよね。 データゲット社の決済システムに不具合があるから、えー、アクセス権が変えてるのに変えたことにならないとか、変えてないのに変えてるみたいになっちゃってるとか、で、二重三重に買っちゃうとかあるので気をつけてください。えー、最終画面に行かないんだよね。カードで買った時に。だからね、それ直してよって言ったんだけど、直すつもりはないって言ってました。<laughs> ちょっとなんで <laughs> あれだからね、いろいろ不具合が、他にそれを直すと不都合があるらしくて、 不具合を直すつもりはないっていうデータゲット者ね。な,なんとかしろよお前。なんとかしろよって感じなんですけどね。さて MBO って何っていうところで今日経済ニュースね、ちょっと見ていきましょうね。あその前に、えー、アメリカ市場の割値とかも見ておきましょうかね。えー、チャートを出してもらって、えー、チャート。昨日のニューヨークダウン見ますけど、すっごいよこれね。 36320ドルまで上がりましたと。これニューヨークダウンの足ね。で、あとナスミニとかはあんまり上がらない。ナスね。SP はちょっと上がってるんだけど、ニューヨークダウンほどじゃないということで、やっぱりニューヨークダウンだよね。で、これが押してきたら下げてきたら買いっていうチャートになってるんですけど、昨日すごいまた上がりまして、前日に500ドルぐらい上がったのかなこれはあの先物なんで、 まあ、先ほどで見る限り、そうね、500ドル近い。で、昨日も300ドル余りかな ?300 ドル余りぐらい上がってますんでね。めちゃくちゃ上がってんだけど、じゃあ日経平均どうだったかって日経平均先物の割合は33,482円ということで。がっかりだよ。<laughs> 上がらないんだよね、日経はね。で、ドル円はどうなのかっていう。今、為替がね、めちゃくちゃ動いてるわけですけど、ドル円は、うん、やっぱり最近僕ね、 ちょっと一回反発してますけど、また下がるんじゃないですかね。145ぐらいまで下がるんじゃないですかねとか言ってたけど、やっぱこんな陰性引いて下げてきてて、まあそりゃそうでしょうね。だって、アメリカ、ニューヨークダウンが上がってる理由は、金利が上がらない、金利が下がるだろうっていう見通しで上がってる。だったら米ドルは買えないよ。っていうことで、ね、ベドル売り円買いってことになるので、下がってくる。145とかね、 140ぐらいまで来てもおかしくないし、ここまでね、2年間ね、円安が続いたから、来年はニトリの社長が言ってるみたいに、円高方向にまた流れが変わってもおかしくないんでね。だから、今こうやってトレンドが変わってきてるから、確かに2024年は、やや円高に動いてくるかもしれませんね。円安もね、だいたい2年ぐらい続くとね、また円高に来るからね。で、その時はまたいろいろね、いろいろ、まことしやかにいろんな、 え、理由が囁かれるんだけど、結局は理由があんまり関係なくて、円高になるときはなる。円安になる時は円安になる。すごい値動きがやんちゃ。それが FX ですから、あ下手にたくさんやると僕みたいになっちゃうから、気をつけてください。っていうことになりますけどね。えっと、そして、えー、アメリカは見ましたね。で、アメリカのじゃあ、えー、為替。アメリカの個別銘柄どうだったか。うちの推奨の個別銘柄。アップルは ちょっと上がり。ね、今、ウッド系の状態なんだけど上がり。アマゾンもちょっと上がり。それからアルファベット、下がってます。アルファベット、うちの親玉、グーグル、YouTube やってる会社、調子悪いんだよね、最近。ちょっとだけ。メタ、これちょっと下がってますね。もうすぐなんだけどな、バイザーっていう、軽い、あの、ヘッドマウントディスプレイね、が出るそうです。ゴーグルみたいじゃなくて、サングラスみたいですね。 それがね、多分15万ぐらいかなすると思うんですけど、あれちょっと面白そう。両目がね、4K で見えるらしい。両目とも 4K で見えるらしいんで。で、大画面で映画とか見れるみたいで。今のさ、メタクエストはさ、8 2 0ムなんで僕の、あの、セットで,で。それをね、頭に置けてね、映画見るのもしんどいね。結構目んとこ痛いしね。こう、こう、ぐーっとくるでしょ。おでこか目かどっちか痛い、ね。<laughs> こう、ぐーっと押さえてくるから、 おでこの方に重心かけるとおでこ痛いし、で、ちょっと角度とか変えると、ここが痛い。で、顔がね、潰れちゃうんだよね。<laughs> だから、でも、髪の毛もね、ぐしゃぐしゃになっちゃうし、だからちょっとね、あのサングラス型のあの、バイザーってやつね、あれはちょっ興味ありますね。ヘッドマウントディスプレイは面白いからね、あれで VR 体験とかできるんだったら、あれの方がいい。でも、多分ね、こう、完全に真っ暗にしないと、 ここをね、わっちゃって真っ暗にしないと、本当の VR にならないから、あれだと光が漏れてくるから、どんな感じになるのかなぁとは思うけどね、えー。そういうのが来年出るらしい。来年の仲間に、バイザーっていうね、えー、ヘッドマウントディスプレイ。だからこれから、どん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 ヘッドマウントディスプレイ出てくるから、まだやったことのないあなた、ぜひ VR 体験してみてくださいね。面白いですよ。面白いですよというか、 世界が変わるぐらいの衝撃です、えー。そしてマイクロソフトもちょっと調子悪いですね。今アア、アマゾン、アマゾンアップルぐらいは調子割り割といいけど、あとはちょっと調子が悪いかもっていう動きですね。マイクロソフトもね、ちょっと調整今かまあ、っとけのチャートなんでね。そして、えー、っと、アメリカのうちの推奨前からの、えー、6つ目、テスラー。 が、えー、ちょっと落ちたところからの反発。で、テスラはだけど、今こうやって、200MA の下で動いていた時期もありましたけど、200MA を 5MA が上に抜いて、今度は 200MA を 25MA が上に抜いてきました。で、えー、200MA の上に 75MA はあるということで、この後、今 5MA が 75MA 抜いてきてるんだけど、 25MA が 75MA を抜くと上昇トレンド突入となります。まあもちろんアップルなんかはもう完全上昇トレンド275、25、5ってなってるけどね。えー、まあこのお、このテスラ君はまだなってないんでね。この後テスラ君もね、上昇トレンドになるといいよねって話。で、メタなんかは一応上昇トレンドになってるんだけどあんまり強くないんでね。 だまあこれからは AI、そして VR、そして EV。AI は、えー、Artificial Intelligence でしたっけ、えー、人工知能ね。VR は Virtual Reality。EV は e l e c t r o トロニックビー c クル <laughs> 電気自動車。みたいなものが、これから世の,中を世の中を変えていく。という時代に来るということですね。 まあ僕も、えー、最後、もうあと、ね、今回注文した PC ともう一台ぐらいで、まあ僕の PC 購入も終わるのかなっていう、えー、年齢に入ってますけど、まあそんな寂しいこと言わずにね、<laughs> どこまでかね、続けれるかわかんないけど、えー、今の活動をね、続けていきたいとは思ってますけどね。こんな感じでした、週末ね。まあ、日経平均はだから弱めの動きながら、えー、円高もあるんでしょうけどね。 だから、週明けもあんまり強い動きは期待できない感じな感じだよね。そんな感じです。そして、えー、今日は MBO というのをちょっとね。最近 MBO というと、9783のベネッセが MBO をやって、どうなったかっていうと、えー、9783ベネッセ、こうなっちゃったんだよね。 で、ここ、この辺で動いてたものが、株価が2700円までぐらい上がって、それで横ばい。なんでこんなことが起こるのか。で、対象薬は4581。対象制薬も MBO でババーバーンと上がって、ここまで行っちゃって、で、ここで張り付いていくっていうね。MBO って何って話なんですけど、MBO は、えー、マネジメントバイアウトというものでして、 経営陣とか投資ファンドとかがその会社の株式の全てまたは一部を買い取る行為。通常は100%その経営陣とか投資ファンドなどがある会社の株を買い取る。そして上場廃止にする。非上場にする。っていうことは要するに経営陣が自社の株を独占して上場企業ではなくなるっていうことですね。で最近だと11月10日に えー、9783のベネッセが MBO を発表して全株取得経営者がしていくと。えー、そして24日には対象制約は MBO を発表して経営陣が全株取得していくってことだから、まあこれ、だから、ね、あのー、そういう状態で会社を畳んでいくみたいな感じなんだよね。で、経営者以外の、畳んでいくっていうか、 上場を廃止していくんだね。会社は畳まないけど、一つの、なんていうかな、会社を、形態を変えて、えー、違う形に持っていくっていう。だから上場企業としては会社を畳む形になりますよね。であるんだけどね。上場企業としての会社は、閉店みたいな感じ。いや、やってるんだけど、閉店。<laughs> まあ、やっぱり、上場してる会社って、上場して何ぼ上場してて市場から資金を集めて、 成長していくのが上場企業なんだけど、一旦それをやめて、えー、やめていこうっていうね。上場をやめる。で、経営者以外の株主が、上場してれば誰でも株買えるんだけど、上場してないと誰でも株を買えるわけではないので、えー、経営者以外の株主がいなくなる。あるいはその投資ファンド、えー、以外の株主はいなくなる。買収されるリスクが下がる。 なので MBO は究極の買収防衛策と言われている。会社が割れちゃうと困るんでね。で、えー、上場廃止後は経営者は自由に企業の経営方針を決められる。利益の全てを経営者が得ることもできるし、投、え、資、ー、に上場するのはすっげー金かかるし、最近は投資に上場していることによって、お前もってあの株主喜ばせなきゃダメだろって葉っぱかけられるから鬱陶しいわけね。<laughs> やかましいわっていう感じで。だから、えー、それこと、そういうことも言われなくなるから、えー、上場廃止っていう動き、MBO の動きが結構最近出てきてますよね。で、大体 MBO は、時価総額、時価、時価総額、時価、時価ですね。その、この適正価格、株のね、そこに3割ぐらいのプレミアムを乗せて、株主から株を買い取るのが普通なので、MBO が発表されると、その会社の 株価は上昇しますということで、最近このね、対象ホールディングスは、だから、時価総額の3割増しがたいここ、8600円ぐらいなんじゃないのっていうところ。で、ベネッセの9783は、えー、時価総額9783ね、これは時価総額の3割増しが大体2600円ぐらいということで、えー、全部株をね、えー、経営陣が買い取って、 で終わっちゃう。だから皆さん、持ってる人は全部売ってください。高く買いますから。っていうことで、えー、その会社の株を経営陣が買い取って、会社を畳むという、そんなやり方。これが MBO ということになりますね。えー、はい。今日はそんな話。今日はそんな話ね。さて、えー、でした。でした。今、ラジオエジュは、えー、引き語りで、 歌を量産しようとか、いろいろやっておりまして、シナリオを書いたり、いろいろやっております。今日、明日で、またシナリオを書かなきゃいけなくて、頑張らなきゃな、ということで。あと、音楽がね、今まだできてなくて、まあ、今また、あの、プリインストールのチャートリ学の販売とか、えー、ね、PC が入ったよって、どうするって言われたから、せっかくいい PC 入ったんだったら、皆さんに喜んでもらえるからさ、PC、まあ、 帰るだけ買って、チャートリー計画乗っけてお届けしようかなと。えー、ご希望の方多いと思うんでね。で、やってますんで、またちょっと音楽がね、ちょっとお留守なんですけど、まあでも、えー、やります。で、こんな感じで、今、こんなことやってますね。はい。ドラマ、ミワさんなりすますも、そろそろ終わりに入ってくるし、 すべて忘れてしまうからは僕は10まで見て終わっちゃったから次なんか見よう何を見よう <laughs> ドラマを見て勉強しないと僕はシナリオライターだからねということで、えー、こんなことに取り組んでおりますさて、えー、今日は皆さんからいただいたメールも紹介しながらの土曜日、えー、おやじラジオですけどね土日にさだからふ平日は平日はさ なかなかあの皆さんのお便り紹介する時間が多分ないから、えー、土日にねお便り紹介コーナーやろうと思ってて今日も常連の皆様からお便り頂い,いてるんでねでもあのーえー、と夜取りやってた時に時々さあの常連しか紹介されないから面白くねえよっていうあのメールもらってましたけどもらったりしましたけど特に常連様とにとにかくたくさん書いてくださるんですよ <laughs>。 で、で、だから、常連さんのメールでも、採用しないというか、えー、紹介しないメールもあるんですね。で、えー、だから、特にこう、差別的に考えてるわけじゃないから、えー、でな、なるべく皆さんの役に立つ。から、皆さんが、紹介した時に皆さんが楽しめるであろうメールを、やっぱり紹介していくんで、それからするとね、えー、偏ったりするかもしれませんけど、特になんていうか、そういうなんか意地悪な意図はないので、<laughs> ぜひ皆様、振るってメールを送ってほしいと思いますけどね。でメール紹介行く前に今日のラジオエジの、えー、よもやま話コーナーっていうことでやっていきますけど、まず今日スウェット買った、スウェット買った買い物しようかえー、今日、えー、ドンキに行きましたら、ドンキにスウェットがね、ダーッと出まして、これこれね、この色のスウェット。えー、スウェットってほら、 スウェットですよ。<laughs> これなんかドンキめっちゃ売れてるみたいで、500万着突破とかって書いてあるね。あ、これは、これ調べるの忘れこれ。これなんて読むんだろうね。う、えっ、ー、と、裏に毛がついてるのこれ。裏肝なのか、力毛なのか、裏おこ毛なのか。<laughs> 裏おこし、裏おこし毛なのか、ちょっと僕わかんないんだよね、これ。なんて読んだらいいのかな。あ、今調べようか。で、これね、1200円ぐらいなんだよね。 これね、あの、多分、ユニクロがこんなのも出してるけど、ルームウェア。で、ユニクロはもっと高いよね。で、これ、サイズも豊富で、M からね、XL とか LL とか、いろんなサイズが売ってるね。で、まあ、着心地がわかんないから、とりあえずね、これ着てみます、今日ね。<laughs> これだから、僕はこれパジャマにするんだけど <laughs>、パジャマね。ね。パジャマにするんですけどね。 え、で、ちょっと今のほら、あの、今の、なんだっけ、その、えー、裏規模あれなんていうのかちょっと今調べます。これ、ね、調べてからやろうと思ってて、えー、今調べずに、あの、録音始めちゃ、録画始めちゃったから、えー、裏、で、起こす、に、け。これ、け。これを何と読うか。読み方。ちょっと見てみますけどね。裏規模なんだね。裏規模。 裏肝は、裏毛の表面を特殊な加工で毛羽立たせたものです。繊維が毛羽立つことで、生地のボリューム感が増して、空気を多く含むことができ、保温性が高くなって、ふんわりとした肌触りなので、寒い冬に人気があります。裏肝のスウェット上下セット。そんなに分厚くはないんだけどね。パジャマ。<laughs> パジャマ。これ、買ってきました。 えー、なんか僕の動画でねいろいろなも紹介するのでそうするとそれをすごい買う人もいるみたいでかあこれドンキで買いました <laughs> この間手袋ワッツで買った手袋ねそれ紹介したらもう行ったらなかったっていう残念でしたっていう人もいましたけどね、えー、あこれは昨日さっ,さっきやりましたけど来週の株チャンスで音が出ないトラブルがありましたっていうことですけどね えー、だけど、レベル設定はちょっと確かに低めだったけど、音は出るはずなんで、なんでかなーって。また、音がどうしても出ないとかあったら教えてくださいね。でも、音は入ってるはずです、えー。今日はシナリオ書く日だ。で、今回、兄弟姉妹のエピソードを作るということで、えー、今日はやるんですけど、これ今、ね、いろいろ考えてんだけど、兄弟姉妹って大体揉めるじゃないですか。 あの、すべて忘れてしまうからっていう、この間僕が見てた安倍宏さんが出ているドラマでも、女の子の兄弟が結構揉め、女の子の兄弟がね、遺産をめぐって揉めるんだよね。それってよくある話で、えー、兄弟って、その、親がいるから兄弟がいるわけで、えー、兄弟がいるところに親ありでね、当然。で、親が、えー、を取ると、まず病気になったり、認知になったりする。 そこで兄弟の誰がそれをケアするかっていう、まず問題が発生して、それで、誰かが貧乏くじを引くんだよね。この,間のあの、ゴジラマイナスワンに、誰かが貧乏くじ引かなきゃなんねんだよ誰かが貧乏くじ引かなきゃなんねんだよっていうセリフがありましたが、ね、誰かが貧乏くじ引かなきゃなんねんだよっていうね。で、兄弟姉妹では必ず誰かが貧乏くじ引 と言えば貧乏児ですね。で、親の面倒を見なきゃいけない。ことになる。で、その人はすっごい苦労するんだけど、で、何にもやらない人は何にもやらないんだよ、大体。で、だから俺はこうだからやんないからね、って言ってやらないんだよね。で、文句だけ言うで、大体いい。その親の面倒を見てる人に対して、面倒の見方が良くないって。それじゃあお母さんがかわいそうだ。それじゃあお父さんがかわいそうでこの面倒を見ない人が文句だけ言う。<laughs> この面倒を見てる人にね。 対して文句言うんだよね。で、この人は一生懸命面倒見てるんだけど、ね、ものすごい苦労して大変な目にあって面倒見てるんだけど、うんもう、お礼も言ってもらえない、誰にも。誰にもお礼言ってもらえない。面倒見てるお父さんやお母さんは、もう認知が進んじゃってて、ありがとうも言えない状態になってて、病気が進んでたりしてね。ありがとうも言ってもらえなくて、この人は面倒見てる。で、面倒見ない人が、面倒の見方が悪いって、あの、怒るんだよね。 で、それで一生懸命この人面倒見てるんだけど、ああまあ、嫌だなと思いながらも、でもね、お父さんお母さん大事だからって面倒見てる。で、ある日亡くなるわけよ。お葬式になると、この面倒見,な見てない人がヒュッと来て、何かよこせって言うんで <laughs> 何かよこせ。面倒見てなかったけど、何か遺産があるだろうと。何かもらえるものはないのかって言うんだよね。で、それを持って、えー、何かを取りに来るっていうね。 それがよくあるパターンですよね。これが、まあ、あの、見にくいね。<laughs> こういう、こういうことが起こる。もうどこでも起こってますよね。どの家でも、その、えー、病気になったお父さんやお母さんを誰が見るのか。で、なんかもらえるものはないのか。あれば全部欲しい。みたいな。<laughs> そういうやつ、ね、それがあるから、そういうのをちょっと書いてみようかなと思うんだけど、楽しくないね、これね。話題として。 僕はできれば、えー、シナリオを書くときは楽しいっていうかちょっと笑えるとかちょっとなんか面白いとか滑稽だったりとかそういうのを書きたいんだよね,ねできるだけあ,のあんまり、えー、現実味のない話も書きたくないしだからそれからするとねまあ兄弟姉妹のエピソードはそんな感じのものを書こうとは思ってるんだけどなどうしようかなと思ってまだ、えー、シーンがはっきり浮かんでないけどこれからシーン 作ってね書いてねいいますさて、えー、今日気になった新聞記事から <laughs> 紹介しますけどスーパードライっていうビールがありますけどあれの生ジョッキ缶と同じ缶あがか入り口が広,広くてパシュッて開けるとでちょっと温めると泡がビューっと出てきてあの普通のスーパードライより美味しいっていう。 そういう、なんか生ジョッキ感っていうあじゃないですか。割高でこう、入り口が大きくてパコッと開いて、ちょっと温めるという泡がビュワーッと出て、滑らかな、クリーミーな泡が出てきて美味しいっていうね。それの、僕はノンアルを飲むんですが、ノンアル版が出るっていうね。5日から。ノンアル版の朝日ドライゼロってノンアルですけど、僕は、うん、あよく飲む。これの泡ジョッキ感が出るっていうことで、えー、新聞に載ってました。 で、値段が5日から、えー、5日から発売されるんですけど、値段が154円だって。高えよ。<laughs> 高えよ。ちょっと待ってよ。だってノンアルだろ酒税もかからないのに、なんで185円なのよ。高えよ。<laughs> 高えよ。だいたい今のはドライゼロは安売り店とかで買うと、1本100円ぐらいで買えるんだよね。それでも高いと思うんだけど、185円。まあ、これは市販。 される値段がどれぐらいかわかりませんけど、185円で泡除去缶。だから、えー、今ノンアル派の方もね、多いと思うんで、えー、ドライゼロ、泡除去缶お飲みいただいたらどうでしょう。で、僕はね、もうビール、酒やめて、お酒やめて10年以上になると思うんですけど、ちょっとはっきり覚えてないんだけど、10年以上になると思うんだよね、もっとかな、あのお酒をやめる方法っていう動画をね、僕出してるんだけど、あれを出した、出し 数多分半年前ぐらいとかにやめてるから、もう10年ぐらいか、それ以上になってると思うんですけど、えー、お酒はね、やっぱりあの、毒なんで、あの、ただこう、なんていうか、それを言うとさ、結局、スポンサー様のご商売だから <laughs>、スポンサー様のご商売だからね、それをね、悪く言うとは何事ぞっていうことになるわけですよね。 だからその煙の方は、昨日も言ったね、あのみんなあよくないねって言うけど、こっちの方は、えー、よくないねって誰も言わないし、えー、ねマスコミとかも、いろんな民放の各,各局も、これが悪いとは言わないんでね、あなんか美味しいんで出るらしい。で、今ほら、晩酌の流儀っていうあのドラマがあるじゃないですか。あれなんかはもう、これがテーマだからね。 これをいかに美味しく飲むかがテーマだからあこ今月あ、今年の流行語はあれだそうですけど僕はだからあんまりねこれねこの名称を言いすぎるとまた YouTube のアルゴリズムに引っかかって、えー、許可が出ないんだよね許可がねあの動画がチェックが終わらないから僕はこれって言ってますけどねだからあれって便利な言葉で <laughs> であれはだからスポンサー様の 大切なご商売だから、誰も悪口言わないけど、あれは毒だよね <laughs>。だから、あれはあんまり飲まない方がいいと思いますけどね。僕はだから、あの、あれをやめて10年以上経ってて、もう10年どころじゃね15年くらい経ってんじゃねえかちょっと、ね、記憶は曖昧、一回調べるといいかな、えー、と思うんですけど、まあ、お酒飲まないんだけど、で、えー、だけど、スープ、ドライゼロはね、 やっぱりあの、シュワッと爽快で、ビールの味は好きだったから、これは今でも飲んでるんですよね。えー、で、あのー、これに、ビールが好きな方で、やめたい方は、これに変えれば、変えれちゃうと僕は思います。まあ、もちろん、最初は物足りないかもしれないけど、だから、お酒やめたいけど、やめれないって人は、これに変えてみ、これを一回飲んでみてください。これでも OK ですよ、大体。それぐらい、昔は、 ししくなかかったけど今美味しいから,だから僕もこれがなかったらやめられなかったんだよね。だからまあ、やめたい方で、えー、でもやめれないよなっていう方はぜひ、今度、泡ジョッキも出るらしいんで、<laughs> こちらを <laughs> お飲みいただいたらい,いかがでしょうかね。で、今日はあの、流行語大賞が出てて、年間大賞はあれらしい。<laughs> あれなんだ。これよくわかんないんだけどね。あれを目指していくみたいな感じですか 優勝をあれって呼んでるんだよね。で、これが ARE。なんだっけなアクティビティじゃないや。ディス,スペクトとエンパワーメントエンパワーこれリスペクト。これはなんだっけなぁ。a r r じゃなくて、アクティブじゃなくて、なんか A から始まる。なんか英語の。あ,あ、エイムか。エイムだ。エイム。目的。エイム。リスペクトエンパワー で、えー、目的、えー、尊、尊敬の念、力、みたいなね。そんなのが、あれの内容らしいんですけど、これが、なんか、流行語大賞に、年間大賞になったらしいですね。阪神優勝、阪神あれっていうね。<laughs> また、流行語大賞で、新しい学校のリーダーズ、首振りダンス、それからアーバンベア、えー、を、 おそ十1 8アーバンベアカエル化現象生成 AI 地球沸騰化温暖化じゃなくて沸騰化ペーパーミルパフォーマンスミル賞闇バイト、えー、4年ぶり声出し応援先行委員特別賞は I'm wearing pants っていうね、えー、それが、えー、流行語対象だそう,だそうですどれぐらい皆さん知ってますかこれ 新しい学校のリーダーズ僕知ってるよ。<laughs> これ知らなかったんだけど調べました。で、これがまだ調べれてなくて、カエルバ現象って何やねん。生成 AI はわかるよね。沸騰化もわかるよね。これもわかんないんだよね。ペッパーミルパフォーマンスって何これもまだ調べてないからね。で、ミル賞もね、わかんなくてこれなんだろうと思ったら、藤井くん、藤井さん <laughs> がすごい活躍してて、対局を テレビとかでやってるから、アベマとかでやってるから、それを見る。将棋は指さずに、見るだけの将棋。これが見る賞だっていうことで、これがなんか流行語大賞だって。闇バイトはわかるよね。多分、アカンバイトの話。4年ぶり公演出し応援っていうのは、そうだよね。今年そんな感じでやってたからっていうことでしょ。で、この I'm wearing pants っていうのは、なんかほら、外国の、なんかオーディション番組があるじゃないですか。 それに出ている日本人が、なんかこう、角度によって、あの、下着をつけてない、えー、状態に見えるよう、にも見えるように、えー、ポーズをとって、それで、うん、何も履いてないんじゃないのっていうところから、えー、さっとこう、体勢変えて、I'm wearing pants. パンツ履いてるよっていう。<laughs> パンツ履いてるよって言いながら、だけど、ポーズによっては、それが、 ないように見えるから、下着が見えないから、え、これ、スっぱなんじゃないのって思うと、ポーズを変えると、履いてて、I'm wearing pants って言って、それで笑いを取るっていう、なんか、芸があって。<laughs> 誰がやったんだっけな。そういう芸があるんだよね。これは僕は知ってましたけどね。えー、まあ、お休みの4ヶ月の間に、いろんな動画を研究してて、その中にこれ出てきたから。<laughs> 知ってたんだけどさ。 こんな感じで、えー、流行語大賞が決まったらしいということですけど、皆さんはいくつ知ってましたか僕は、えー、この中でい、これは知らなかった、あんまり知らなかったからね、あれはね。これ1個、2個、3個、4個、5個ぐらいか、しか知らなかったんだよね。だから流行語大賞ってはとはいうものの、知らないことが多いよね。 と思いますけどどうでしたか皆さんはいくつ知ってましたか、ねえー、なんかは昔と違ってなんかそのいろんな、えー、情報もその全体に広がるんじゃなくて一部に広がるんだよねで。知ってる人は知ってるけど知らない人は全く知らないみたいなことになってるんだよね。だから例えば、うちの動画なんか毎日見てくださっている方にとっては ラジオエジュは、すごいなんか有名人的な感じで、で、もう親しい感じに見ていただいている方もいらっしゃると思うんですけど、知らない人は全く知らないからね。<laughs> 誰それ知らん。全く知らないっていうことになるからね。たかなかうちの登録者数って、あの、メインとサブ合わせて20万人いってないから、これはもうほんと弱小ユーチューバーだからね。本当に誰も知らない、ユ、えー、チューバーですよね。これから、 だけど、ちょっとね、知名度を上げようと思って <laughs>、音楽の力を借りてね、とか、脚本の力を借りて、知名度を上げようという挑戦をやってるわけですけどね。えー、皆さんご存知のように、そういう挑戦をやってるわけですけどね。さて、今日はお便り紹介コーナーをやりたいので、えー、画面をお便り紹介に切り替えてまいりましょう。箱 さて、えー、お便り紹介です、えー。懐かしいこの画面が出てまいりました。えー、お便り紹介コーナー。えー、皆様、お便りありがとうございます。えー、皆様、えー、お便り、まあメールですよね。ありがとうございます。えー、メールは、m h l a r g e o y a c h c o m で、 え、お送りください。はい。えー、これだけだとね、実はメールって届かないんだよね。採用された方には、ラジオアジの白髪1本、<laughs> いランいランいらん。あげますとか、ラジオアジの、採用された方には、ラジオアジの、えー、サイン、サインカードあげますとか、サイン入り本あげますとか言えば、 来るんだけど、それがないので、なかなかね、送っていただけないんだけど、モテウトコさん、ありがとうございました。<laughs> 常連さんからね、少しメールが来ているので、紹介していきましょう。ラジメ様、どうも、モテウトコゴロンです。笑い。大変ご無沙汰しておりまして、こちらこそです。動画を再開されてから、いつも楽しく拝見しております。すごく活動的で、お元気そうで、安心しております。ありがとうございます。 番組内でお名前を呼んでいただいたのでメールさせていただきました。投資エピソードですが、相変わらず日経先欺のミニのワンティック抜きは小遣い稼ぎでやっております。あ、これ今日タイトル、これ投資エピソードですね。ワンティック抜きをやっております。月3から5万円ぐらいは稼げているものの、疲れるのでやめようと何度も思い,思いましたが、チャートを見てしまうとついつい手が動いてしまいます。もうギャンブル依存症ですね、と。 まあだから、一日千円から、まあ、千、一日千円から二千円ぐらいが稼げるっていうね。この日経先物で、ワンティックだから、ちょっと上がったらパッと売るみたいな。これをやっておられるということで、これ勝率高くできるんで、で、月三万から五万だったらいいじゃんっていうね。えそれをやってらっしゃると。で、えこれだから帰りが、要するに、5分チャートとか1分チャート見た。 見てて、帰りがグッと、平均線からぐーっと下がってきたらそこでエントリーして、ちょっとリバウンドしたらすぐ売るっていう、そういう手法ですよね。え最近は日本、日米 ETF を使ったスイングトレードをしています。米国は1655の SP500。日本は1489の高配当50っていう ETF。これを中心に、ボリンジャーバンドマイナス2シグマにタッチしたら買い、下がったら断ンプラス2シグマで利確 こういった形でやっておりますということですね。ちょっと見てみましょうか、チャート。どんな感じか。えー、チャートをちょっと見てみましょうね。ボリンジャーの話が出てから、ボリンジャーをちょっと見てみようか。えー、できたか。まあ6番目の今チャートこれで、ボリンジャーでやってみようかと思うんですけど、えー、っと今、今、えー、ご紹介いただいたの1655、1655、SP の えー、シェア、アイシェアズ。これしかし、えー、チャート見る限り、なかなかこれね、あのー、えー、買代金少ないチャートだよね。ボリンジャーの中心。だからこれどうしようか。5MA と 25MA を外して、で、ボリンジャーの中心。ボリンジャーのプラマイ1シグマ。で、そしてボリンジャーのプラマイ2シグマ。 ボリンジャーのプラマイ3シグマってやってみましたよね。これ中心を今グリーンで表しますけどね。これどうしよう。えー、色変更でボリンジャーの中心か。その他の指標。ボリンジャー。これボリンジャーの、えー、色はどうしたら変えれるんですかあ、これか。ボリンジャーね。えー、中心をじゃあどうしようかな。グレーにしてみようか。 中心グレーで、うーん、ここをグリーン、そして、これを、うんと、どうしようかな。これを <laughs>、何でもいいんだけど、えー、で、赤にして、それで、えっと、3を茶色にしようかな。こんな感じでボリンジャー見る。とこ,こが中心で、そこからちょっと離れたら、 赤青の方がいいか。赤青にした方がいいな。ちょっと変えてみよう。色変更。えー、これを赤にして、で、これを青にして、で、だから、これ、茶色にすると5 MA、5MA 25、25MA 200、200MA みたいな感じで、僕的には見やすいんですけどね。これが中心だから、中心から、えっと、ゴさんの手法は、2シグマまで来たら、これまで来たら、これ買う。 そして、上の2シグマ、ブルーのラインまで来たら売るっていうね、ボリンジャーを使った手法をやってるということです。うちはボリンジャーはほとんど使わないんだよね。で、ボリンジャーの2シグマまで来たやつを、あの、スクリーニングすることもできるんで、えー、それちょっと今度やってみようかな。えー、こモテ男語論式、えー、回グナル。ボリンジャーのマイナスにまで来たやつを今日は紹介。これやってみようか。ね。 そんな感じで。なんかこうやって皆さんからね、お便りもらうとやっぱり発想が広がっていくよね。ありがとうございます。で、またやっ、それでやってみようかなと思うけどね。で、これで、マイナス2シグにタッチで買い、さらに下がったら何品、プラス2シまで利確っていうのをやってます。基本的なトレード手法ですが、指数のトレードには結構使えます。CFD 使わないのは、塩漬けになった時に最悪でも、長期保有で配当を得られれば良しとしているためです。 そう考えるとメンタルがとても安定します。おや様の教えの通り、余剰金でトレードしております。振り返って分析すると、負けているときはほとんどが指数を売り入って踏み上げられたときだと気づきました。そうなんだよね、えー。基本的には世界経済は成長していくものなので、えー、要するに日経平均の売りとか、えー、ニューヨークダウンの売りとかをやると良くないということですね。 確かにそうです。メタクエストいいですね。はい。<laughs> 私は PSVR しか持っていないので、いつか買いたいと思っています。えー、最近、若手俳優、人気俳優、人気若手俳優の映画にエキストラ出演してきました。楽しいエピソードがいろいろありました。また機会がありましたらお話しさせていただきます。それでは、寒暖差が激しい日が続いておりますので、お風邪なども召し上ませんようにご自愛ください。引き続き、 配信楽しみにしております。もてぶたとこ、ごろんさんからありがとうございます。まあ、ね、あの、これいい手法だと思います。だから、ちょっと、えー、また、えー、普通の動画でもね、五論方式。<laughs> まあ、五論方式っていうか、まあ、要はこれ、まあ、本当に基本的な手法で、マイナス2ぐらいまで来れば買い、プラス2で売りっていうのはよくある手法なんでね。まあ、これちょっと、えー、紹介しようかなと思いますけどね。 まあ、えー、ボリンジャーの回しシグナルっていうね、えー。近々やります。ゴロンさん、ありがとうございます。えー、メタクエストは本当面白いでしょ ?PSVR も面白いみたいですけど、なんかゲームの種類が少ないとかいうことを聞きましたけどね。同じような VR 体験ができるやつですね。これはえっ、ー、とソニーから出てるやつですよね。えー、ゴロンさんもやってるんだ。<laughs> なかなかね、今、 で中高年男性でえ VR やってる人は少ないと思うんだよね。えーえーや、やりましょう皆さん。<laughs> やりましょうみさん。毎日んです。まいちからいただきました。ごろさんありがとうございました。こんにちはおやじのどの。やっとメールができるようになりましたね。おやじどのがおやみしてから私もいろんな出来事がありました。 その1、投資の勉強するで、とパソコンを購入。イェイ。これ本当はね、なんかね、色がついてんだよね <laughs> あ。もらったメールには。携帯で書いてるんじゃないかな。なんかちょっとごめんなさいね。色が出なくて。えー、仕事書いてから毎日更新して日夜勉強か。うん、そのに体重が7キロ減って、健康診断でう精密検査やべ <laughs> やべね。ピロリ菌がおりました。胃にね、ピロリ君が住んでいた。 12月20日以降で結果出るみたいだけど、なんとかなるかなと開き直りに異常があって、体重が7キロ減って、ピロリ菌がいて、さらに検査やってて、20日に結果が出るとやばくない <laughs> ちょっと <laughs>。やばくないこれ。大丈夫か大丈夫か。ピロリ菌は僕は、あの、検査が嫌いで、えー、検査したことがないんですよね。 あかんねえー、僕はね、あのうまあ、医療機関がそんなに嫌いなわけじゃないけど、健康診断とかあんまり好きじゃなくて、自分の体の不調は自分でわかるっていう、えー、本当にダメな考え方を持っています <laughs>。そうか。何、えー、ともないように、結果が、いい結果が出ることを祈っていますよ。ね7キロ減はだって まあ、一ンって確か前、ほら、後ろ姿の写真送ってくれたんじゃなかったっけそんなにね、あの、すごい、もともとスリムじゃん。それが7キロってのはちょっとやばくないですかね、ちょっと心配だな。えー、車を衝動買いしてしまったコペンの黄色です。前から乗りたかった車、ペンコちゃんと命名しました。しかし、日本の道こんなにデコボコやったっていうぐらい車が揺れすぎ、まあ味があってということで、ナンバーは、 をゲットこれはね、書いてあったんだけど、ちょっとね、えっ、ー、と、こう、だって、コペンの黄色で <laughs>、ね、コペンの黄色で、ナンバーが、え、これって、え、言っちゃったら、これ特定されるで <laughs>。ね、特定されるで <laughs>。だからよくないから、これはちょっと、ナンバーは、ちょっと伏せました。で、えー、肝心の、だから車買った、これ大発なんだよね、コペンってね。えー、僕のターボも大発なんでね。 ダイハイハツメト仲間だねこれはちょっと僕のターボもあんまり乗り心地は良くないんだよ <laughs> 結構ガタガタするけどコペンはもっとガタガタするらしいねあれだし乗り降り大変じゃないすごい車高低いからさと思って僕も試乗はしたんだけどちょっと面白い車だから試乗はしたんだけど買わなかった <laughs>、えー、新車購入おめでとうございます ね、で肝心の投資はというと、えー、新車じゃないかもしれませんね <laughs>、えー、肝心の投資はというと JT と NTT の応募者に守られてゆっくりしてたんだけど今回つぶれて痛い洗礼を受け取りそうだよねつぶらやばいよね,ね四角はねこれねないんでね泣、はいてますんこれね泣いてますね ねえ、2153円で100株買って半分ぐらい来ちゃってんじゃん。1 6八0円で難品。これはすごく大きく開けて難品してるからいいと思いますけど、さらに下がって1000円か。きついね、これはね。1000円まで来たら難品で平均値下げて戦うのか,戦うかと模索中の毎日どうしたらいいかっていうね。何かそれなりのことを言って成長してると思う yg じどんどどう思いますで、まあ、成長していると思います。えー、楽しい雑談。応援してるよ。ありがとう。歌も聴きたい。ありがとう。ではまた、毎により。ということで、ありがとうございます。えっ、ー、と、歌は、だから、昨日も言ってましたよね。ここで、じゃラーンって弾いて、歌おうと思ってるんで。<laughs> また、その時は聞いてください。歌うなーっていう人もいるだろうな、きっとね。 歌うとやめろ <laughs> っていう、お前の歌なんか聴きたくないわーっていうね、コメントがき,きそうだけどね。えー、一応あの音楽勉強してて、一応あの、えー、一応専門なんで、<laughs> やらせてください。えということで、舞鎮の心配はつぶらやな。つぶらやな。困ったね、つぶらや。つぶらや。つぶ見てみるか、つぶらや。 スブラヤこれさ、つぶらやね、今、えっ、ー、と、これ、あの、五輪ャーで見えるんだけど、マイナス、これ、1シグマにピターっと寄り添って、そこでもう、それ以上下げることもなく、上がることもなく、マイナス1シグマのラインにぴったり沿っていけなくっていうね。 これトレンドが下がった時にこういうことになりやすい一つのパターンなんですけど。もうね、ちょっと下げ止まりの兆しが見えてきてるんだけど、ちょ普通のチャ,チャートで見た時に、まだ 25MA がちょっと下向いたままだから、粒だよね。まだ下げ止まってない。まずね、25MA がちょっと横ばいして、ちょっと上に行くぐらいまで、えー、株価がこなれないと上に行くきっかけつかめないっていうかね。 上に行くきっかけがつかめてくると、25MA がこうね、横ばいから、ちょっと、なんだ、V 字型まではいかない、スマイル型になっていくんだよね。こう、こういうようなことがね、起こって、こういうようなことが起こって、これ結構これが長く続かないといけないんだけど、こういうようなことが起こって、で、ちょっと五 m a を抜くみたいなことが起こって、 さらにこれが続いてくると、こうやって 5MA がや、25MA ね。25MA がやっと上に向いてくるじゃないですか。で、こっから上昇が始まっていくかなっていう動きなんだ。で、それから考えると、まだ下げ止まってもいないし、上昇の兆しすら出ていないごめんなさい、つぶらや。これいいんじゃないかなって僕言ってたから。<laughs> 確か。<laughs> ごめんねね、なんだけど、 ええー、まあ、やがてはこうなっていくとは思うんだよね。で、ちょっとでも、やっぱり 5MA の上にまず出ないと厳しいし、25MA の上にも出る場面がないと、こうなっていかないんだよね。だこれをまず待つしかない。で、まあ、200株持ってるから、まあでも1600だから1000円、近辺だったら予算が許せば、まあ、高い株じゃないから、 ももうう100株だけけ買ってみてみいいとは思うけどねちょっと、えー、オーバートレードっていうかやりすぎかもしれないからまあ、ただ待つだけでもいいかもしれないけどね、まあ、500円刻みでもう100株買ってみてもいいんじゃないかとは思うけどそれは全体の資金との相談だよねあとそれを300株やった時にさらに落,とす落,と落ちていくともう本当悲惨だからね 結構ひどい目に遭ってしまうから、そこはどうするかね。200株で待つ。回復を待つ。難品はしないっていうのもいいかもしれない。ですよね。あるいは、えっと、下がったところで、一番高いあの2000円のやつを、えー、損切りしてるんだよ。そうすると、結構、響くね。<laughs> 響くね。響くから、それ、それ損切りして安いところを買うとかね。 それも一つの手だけど、部分損切り。あ、それ、あ、それできないんだ。信用取引だったらできるけど、ここだけ切るっていうのできないんだよね。いっぺんに株数を減らして、平均単価を下げて、それでピ品っていうのもいいかもしれません。でもそれは損切りになるからね。損切りしないで持っておくのも手だし、えー、100株追加でもいいし、えー、なんだけど、いずれにしても、えー、保証があるわけじゃないから、 厳しいね。ということで。まあ、でも、だいぶ下げ止まっては来ているんじゃないですかね。ここのところね。横ばい、こういうところと比べたら横ばいしてきてるからね。ちょっと下げ止まりの兆しはできて出てきてるんだよ。寝ろ感が出てきてるんだよ。とは思うけどね。頑張れ毎日頑張れでね、今日はもう一つうあ、成長を感じましたよ。 <laughs> マイチンさんね、はい、頑張ってください。えー、で今日もう一つね、向こう水さんからのメールをご紹介したかったんですけど、時間来ちゃったんで明日、えー、明日もやると思うんで、明日、向こう水さんのメールと写真をね、紹介したいと思います。53分経過。この辺で、やっぱりメール紹介するとね、えー、楽しいね。やっぱりいろんな人の えー、ゴロンさんの手法なんかもね、ありがとうございました。参考にさせていただきます。いつも。皆さんもね、参考になるんじゃないかなと思いますね。ということで、m h ラジオジドッ c o m でメールをお待ちしております。皆様からのメールも、えー、お待ちしておりますので、ぜひお寄せください。ラジオエの、ラジオヤジの <laughs>、オ父ジラジオ <laughs>。 えー、12月2日土曜日、今日は MBO の話だったり、いろいろ読えば話。久しぶりに、えー、皆さんからいただいたメールを紹介しました。今日は4時間ぐらいしか寝れてないからね、ちょっと今、ちょっと、はい。<laughs> これから瞑想します、えー。ありがとうございました。また明日多分にやりますんで。聞いてね。それでは皆様、良い週末をお過ごしください。ラジオエジでした。